第4巡選択希望選手オリックス武田健吾外野手自由が丘高校。私は坂口みたいなタイプだと思います。右と左ちょっと違いますよ。バランスのいい、走攻守バランスのいい、選手、将来性のある選手を獲得できたかなと。体もかなり大きくて、まあ、将来性豊かなことだと思ってます。まあ、外野手としてはトップにランクしていたので、まずこの4位という順位で取れたのは幸いでした。僕は時間はそうかからんと思うんですけども、まあ、即というわけにはいかないから、まあ、金属バットから木のバットなんかに変わるから、まあ、その辺の対応ということで、やっぱ、2年から3年ぐらいの間に出てきてもらえるというような選手ですね。1年で早く出てきてほしいんですけども、まあ2年で出てきてほしいですね。将来は長距離もね、打てるような打者になると思います。だから非常にこう楽しみがある選手だと私は思っています。で、まあ、高校生ももう一人、まあね、取ってあげたかったんですが、まあ、一人で高校生で、まあ、入ってからいろいろ、まあ、高校生の場合だと、まあ、いろいろ大変なところはあると思いますが、まあ、その辺もクリアできる、まあ、キャプテンですか、ここでキャプテンもやってますし、まあ、そういうところはちょっと、まあ、一人っていうのはちょっとかわいそうか分からないんですが、まあ、十分それも対応できる精神的な強いものは持っていると思います。